はい、どうもゆうたです。今回はちょっとね、茂原サーキットに走行会で来てるんですけど、あのサーキットを走る女性を発見したんで、ちょっと取材してみたいと思います。はい、はい、こちらがオーナーのチコさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとあの女性でサーキット走られてるってことで、ちょっとあの珍しかったんでちょっと声かけさせてもらったんですけど、しかもあの去年ですかね、ラリードライバーをやられてたんですか。はい、はい、そうクスコのから、はい、出させていただいて、TGR のラリーチャレンジっていうのに2戦出させていただきました。すごいですね結果みたいのは何位とかでだったんですか。はい、結果は1戦目は5位、5位、2戦目は4位、4位と表彰台を逃してしまいました。あ、そうだったんですね。もうちょっとだったんですね。はい、わかりました。じゃあ今回ちょっと茂原サーキットに来てるんで、茂原サーキットってよく走られるんですか。いや、多分3年目か4年ぶりぶりぐらいですかね。はい、あ、なるほどです。初めてサーキット走ったぶりですね。あ、そうなんですね。じゃあだいぶ久々に、はい、来る感じで、はい、普段は本庄サーキットとか走られてるんですか。そうですね、本庄サーキットがメインですね。あ、はい、本庄サーキットはちなみにベストタイムとかってどのぐらいですか。タイムは、44秒1。はい、結構早いです早いです。あれ、茂原は今のところ何秒ぐらい出てますか。50秒8でした。あ、じゃあ早いですねはい、ってな感じで結構走られてる方なんで、ちょっと車のじゃあ紹介させてもらってもいいですか。はい、はい、フロント周りからじゃあちょっと外装から伺っていきたいんですけど、はい、バンパーは純正ですか。はい、バンパーは純正。ダクトが結構開いてて、これなんかちょっとオイルクーラーかなと思ったら、シルビアってここにインタークーラーがついてるみたいですシルビアあまり詳しくないんで初めて知りました。純正だと、純正だとそこにそうなんです。タイヤはやっぱサーキットユーザー定番の A052 でグリップしますよね。はい、205-55-16インチで結構タイヤもすごい使ってますで、ブレーキが変わってるんでしたっけ。はい、ブレーキが R34 の、はい、R34 のキャリパーとブレーキローターがついてるみたいです。やっぱ強化で日産はやっぱこう流用できるのがいいですよね。はい、はい、で横のこれは純正の横のスカートみたいな。はい、でリアのローターがこれ大きくなってるんですかね。ディックローターキットを使ってブレーキ強化。はい、キャリパーは純正で、ね、キャリパーは純正で、はい、まあ、ちなみにパッドはどこの使ってるんですか。パッドはですね、あれアクレ。アクレ、はい、アクレさん。前後ともアクレですか。そうですね、はい、結構やっぱ効きますか。そうですね、もう全然問題なく、問題なく、はい、使ってます。はい、はい、わかりました。じゃあちょっとリア周り GT ウィングがついてますね、はい、ここにガーニーフラップもちょこんと、ダウンフォースをねちゃんと得るようになってますね。やっぱありなしじゃ全然違いますか。違いますね。違いますか。安定性が、安定性がやっぱり違います。はい、やっぱそうですよ。で、マフラーが変わってますね、これ。これはどこのですか。どうでしょう。ちょっと、もうちょっと、久々すぎて。わからないところのが、ついてます。サイレンサーをつけて。あ、普段は。はい、はい、はいはい。欲にならないようにしてます。そうですね。はい。はい、あ、これ鍵のとこがカーボンで。あ、カーボン、テープ。テープで。カーボンに見える。テールも純正ですよね。はい、純正で
も結構純正好きなんで純正の、はい、形を大切にしようと思って、はい、見た目もやっぱ純正チックな感じが、はい、そこはちょっと大事にしようと。なるほど、はい、はい、リアワイパーってついこれは外してこれはちょっと隠しの、あ、なるほど、はい、取ったんですね。そうだ、僕シルビアってあんまり詳しくないんですけど、はい、このスペック R って言うんですか、これスペック R はターボになります、はい、ターボ、あ、はい、そうなんですね。室内はどこが変わってますかね、はい、変わってるのはもものステアにステアリング変えてます ね、 ももステですね、はい、あとは水温計を水温計ちょっとつけて、まあ、安全に走れるようにメーターはつけてますね、はいはい、あとはフルバケですかね、変わってそうですね、フルバケ、そうです、ブリッド、ブリッドのフルバケを入れてます。やっぱサーキット走るにはフルバケじゃないとそうですよね、はい、持ってかれちゃうんで、はい、ですね。シフトノブとかも純正ですか。シフトノブはこれちょっと新しく純正のを買ったんです、はい、あ、そうなんですね、はい、やっぱ純正、が気に入ってるので、あ、はい、いいですね、純正を大事にするの、はい、なので、まあ、内装もあまりこう派手にしないようにシンプルにしてます、はい、あとはスピンターノブしてるかなですね、はい、ちょっとドリフトも時々練習したりしてるんで、あ、やるんですか、はい、ドリフト、はい、かっこいい練習中ですけどね、まだそのぐらいですかね。あとなんだろう。あ、それ横の？あ、これは何ですかね。なんオービスとか。ああ、レーダー。レーダー、レーダーですね。とその追加メーターみたいな。あ、これはもう元々純正でついてたものですね。ああ、なるほど。はい、純正でついてるんだ。はい。シルビアはついてますね。はい。エンジンルームちょっと見せてもらうんですけど、変わってるとこは。これ吸気ですかね。吸気は変わってますね。はい、エッジケースっぽいですね。はい。はい、ドッキノコ。あとこのパネルもついてますね。パネルも、はい。クーリングパネル。レイル。あとラジエーターもちょっと変わってるんですかね。ラジエーターも、はい、車外の。車外のやつで。はい。はい。おっしゃい気もこれを軽くなるように、こんなの出てるんですか。す、すごい、はい、であとはホース類がちょっとカラフルなのが、はい、であと足が変わってますね、はい、足はどこのですか。足は車庫帳は、ラルグス、ラルグスの車庫帳、はい、やっぱり結構いい感じですか、純正とかよりは。そうですね、やっぱり車庫帳、車庫帳はまあ、あともう全然違いますよね。はい、わ、はい、かりました。じゃあこんな感じですかね、カスタムしてるとこは。そうですね、終わりして純正っぽい純正ルック仕様ということで、はい、わ、はいはい、かりました。ちょっと最後にあとマフラーの音だけ聞いてもいいですか。はい、はい、じゃあちょっと愛車紹介以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。
Thank you.